今日の正月は旧正月ということで横浜中華街にやってまいりました。今日は春節でありまして、春節ということは中国風アジアの正月、旧正月であります。これが本当の正月とも言えます。でそのこの中華街、その春節で賑わってるというわけで、ちょっとどんな具合か、ちょっと今日は中華街を回ってみたいと思います。これは漢服ですね、中国の着物ですね。やはり中華街ですね、いいですね。昼間に来るとまた雰囲気違いますね。今日は春節で、中国アジアとしては今日が正月なんですが、まあ正月って言ってもそんなすごい人出ってわけでもないですね。いつもの土休日と変わらない感じですね。ただやっぱりこのいろいろと飾り付けが正月っぽいって感じですね。といっても中華街っていつも赤と金色が溢れてるんで、まあ日本流から見るといつも正月みたいな飾り付けないんで、おめでたいですけどね、いつもここは。まあ、この龍の飾り付けっていうのがまあこの季節独特ですね。まあ、こういうの好きですからね、あっちの人は。あんまり状況が分かんなかったんですが、昔この中華街っていうのは夜のお店、そういった、ね、風俗関係のお店が多かったっていうんですが、今はもう健全になって、あまり昼も夜も雰囲気は変わらないですね。みんな久しぶりなんです。今そういった意味でどんどん街は浄化されてますんでね、まあ、夜でも歩きやすいっていうのはいいことなんでしょうね。この通りやっぱり食堂がメインですね。雑貨店も途中にはあるんですけど少ないですね。こういう表通りよりはなんかちょっと一本入った路地の方がなんかこう通向きっていうか、いい店っていうか、そういう隠れ家的な店がある感じですね。こっちの市場通りですか。この市場通り、ちょっとこっちならディープな感じがありそうなんで行ってみますかね。じゃあ月曜日あたりまた。ありがとうございます。市場通り、まあ、市場通りっていうのかもしれませんけど、食堂、いろんな小規模な食堂が軒を連ねてまして、こういうとこなら競争芸人が働いて美味しくて安くて、そういった店が見つかるかと思いますね。やっぱり中華惣菜といえばザーサイですね。これは安いな。今は食べ放題の相場は1680円みたいですね。時間無制限っていうのはこれはありがたいですね。1名でもいいのかな。今日行っても混んでるからな。
とこういうところはうまく平日に休みが取れた時に来ないとちょっと混んじゃってね、なかなか難しいものがありますね。ここも1680円ですね。1680円の店が軒を連ねてると次は1500円の店がなんか出てくるかもしれないですね。でもやっぱりそういったところで利益とのギリギリの兼ね合いもあるから難しいのかもしれませんね。まあ1680円って言ってもそう食えるもんじゃっていうか量的に食えないですからね。中華ちょっと脂が強かったりするんで、ホイコーローなんて2、3皿も食ったらもう腹いっぱいですからね。そうかんですね。やっぱり1680円食べ放題ってのがメインですね。本当に見事食堂ばかりです。ここら辺だと春節、正月っていう感じはあんましないですね。いつもの中華街と変わらないような感じです。もうこれで出口ですね。ここで買っていけば本場の味が簡単に手に入るってわけですね。 100g300円、まあいい値段です。こっちの通りに来ると少々落ち着いてきますね。やっぱり若干サブの通り、裏通りってことになっちゃうんですかね。あ、こっちの方が歩きやすいですよね。だからのんびり行くにはこっちの方がいいかもしれない。これだけ店があると本当どこがうまいのか分からないですね。行き当たりばったり入ってそこが変に味がダメだったら本当残念ですからね。せっかく来たのに、まあ、どこ入っても美味しいっていう話かもしれませんけどね。やっぱり味のばらつきってありますからね。ここは乾物系のお店ですね。普段こういうものを買ってないんで相場の値段が分かんないですね。だからまあつい観光気分で買っちゃうんでしょうね。2個450円パイナップルケーキ、これは安いですね。意外とこれあんまり甘くないんですよね。こういう外国製のお菓子っていうのは激甘を期待しちゃうんですよ。私はたっぷりゼリーやジャムが入ってと思って買ったら結構あっさりした味でちょっと拍子抜けしちゃった覚えがありますね。あのパイナップルケーキは1980円だからさっきの市場通りの店より300円ほど高いですね。それだけ期待していいんでしょうかね。北京ダック、やっぱり中華街って言ったら北京ダックなんですね。中国風のお寺ですね。中華街にはお寺が2つあって、この関帝廟っていうのは中華民国台湾系のお寺って話です。あ、ちょっと入ってみますか。